共に3試合を終えて2分け1敗、まだ勝利がなく、まあ、折り返しにも入ってきますので、このグループステージ起点になってますね。そうですね、ポストプレーだけじゃなくて、そのアンデロッチを目指すボール、こぼれて決まった、宇野木先制は宇野木の左足、宇野木の左足、宇野木はプロ初ゴールということにもなります。0対1柏レイソル、宇野木で先制です。続けのコーナーキック、先に佐々木、さあこれ抜けてくれば柏レイソル、残った北爪だ、北爪、北爪、北爪、そのままシュートに行った岡本、北爪のフィニッシュ、岡本ナイスセーブを見せました。あとあとこれちょっとずれてしまった、さあチャンスになるか、柏レイソル、アンデロッティ、そしてマスカケに入った、マスカケ、マスカケ、ルヴァンカップ3試合連発はマスカケです。いやー、トスはミスから2失点目を食らいました。マスカケはルヴァンカップ3試合連発、トータル4ゴール目ということになります。ただトスですが、岩崎、そして菊池に入って戻して、浮き玉のシュートでしたが、中野真也、いやーカバー入ってましたね。はい、そして佐藤と荒木、右サイドで、あっとこれ菊池、佐藤から荒木、これいい形になるか、荒木の折り返し、本田1点返した、後半早々本田です、本田で1点返しました。1対2、今のは早坂さん、いい崩しになったですね。そして最後は本田です。これですので、そうです、梶谷選手前、アンジェロッティ、柏レイソルが鳥栖の選手交代直後に3点目、1対3、アンジェロッティが流し込みました。ナイスボールでしたね、今日はね、マオマリも、おー、これ梶谷か、いや、ここで、いやー、左足、藤原でしたが、そして試合終了の笛です。グループステージ初勝利をかけた両チームによる対戦は1対3、アウェー柏レイソルに軍配上がるという形になりました。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications